エカテリンブルク地下鉄とは、ロシア連邦ウラル連邦艦区スベルドロフスク州、エカテリンブルク市を走る地下鉄である。ディナモ駅のホームに集まる人々エカテリンブルクはかつて、ヤーコフスベルドロフを記念して、スベルドロフスクと呼ばれており、ウラル山脈周辺地域における中心都市であった。そして、産業の中心及び交通の結節点として栄えていたため、 1970年代末に地下鉄の建設計画が浮上し、1980年に建設が開始された。エカテリンブルクの中心部が密集地帯である上に地形も平らではなかったので、地中浅い駅と深い駅とを結ぶように作られた。1991年4月26日には、現在のロシアとしては6番目、ソビエト連邦としては13番目かつ、 最後の地下鉄として開業した。しかしながら、1990年代初頭の経済危機によって開業した区間はわずか3駅分にとどまった。その後、ボリス・エリチンによって建設が推し進められ、1995年には営業区間が開業当時の2倍にまで進捗した。その後は2回の延伸を経て、現在に至る。 エッカテリンブルク地下鉄の計画路線図地下鉄は、ソビエト連邦時代の計画をもとに設計されており、最終的には3路線が、市の中心部で乗り換えできるようにする予定である。また、2号線は2012年に建設が始まる予定である。駅は地下浅い駅と深い駅に対別でき、前者の駅では、ハルキウ地下鉄と同様の構造を、後者の駅では、 サンクトペテルブルク地下鉄と同様の構造をとって作られている。また、他の旧ソビエト連邦地域の地下鉄同様、駅には派手な装飾が施されている。2019年現在、エカテリンブルク地下鉄には、開業時に用意された81から717.5、714.5系、2011年に増備された81から 717.5M、 714.5M 型に加え、2019年3月には81から717.6、714.6型が導入されている。また、それに先立つ2018年以降、81から717.5、714.5型と81から 717.5M、714.5M 型について、内装を中心としたリニューアル工事が行われている。 ありがとうございます。